はい、皆さんどうも、こんにちは。どうも、ホッシーです。今日ですね、今日やるのが、通常アメリカンフットボールが9割型の、YouTube なんですが、今日はですね、ちょっと食べ物をちょっと行ってみようかなと思います。今ですね、ファミリーマートでめちゃくちゃ人気の商品がね、今出たんですよ。いや、それもね、ぜひね、食べてみたいなと思って買ってきました。はい、じゃあこちらですね、こちらの商品、何かわかりますかね。はい、お好み焼きです。いや、なんだ、お好み焼き食べるのかと思うじゃないですか。で、なおかつこれアメフトの人がほとんど見てるのに、こんなお好み焼き食べてどうすんだっていう話があります。ただこのお好み焼きはですね、アメリカンフットボールにめちゃくちゃ関わっています。それはなぜかというとですね、ここ大阪お好み焼きのこの監修したのがですね、パチパチさんというお店なんですね。パチパチさん、皆さんネットで調べてください。多分、ね、東京にあると思うんですけども、私の知り合いがやってるお好み焼き屋さんです。で、そこのが監修した今回のお好み焼きということで、ぜひね、食べてみたいなと思うんですけど、ただこのお好み焼き屋さん、何がすごいかっていうと、ドラマの半沢直樹に出てました。お好み焼きを食べるシーンで、私の知り合いもそこでお好み焼きを焼いてるという、なんかテレビデビュー、なおかつ人気番組半沢直樹ということで、めちゃくちゃ人気出てますね今。味はですね、私行ったことないんです、正直。今福井県にいるので、東京に行った時行きたいなとは思ってるんですけど、なかなか東京に行く機会がなくてですね。なのでですね、今回この全国で販売されたということで、ファミリーマートです。ファミリーマート、これ見たら必ずファミリーマートに行ってみてください。で、それをね、ちょっと食レポみたいな感じでやりたいなとは思うんですけど、ただ食レポじゃつまらないので、もともとね、このパチパチのね、店長さんね、そのアメリカンフットボールとアメリカンフットボールの選手ですね、確か龍谷大学出身で、富士通に行って、富士通で一緒にやってたんですけど、で、なのでせっかくなんで、ちょっとズームを使ってですね、いろいろ話を聞きながら食べてみようかなという今回の企画です。いやー、ちょっとね、見た目的にもね、結構ふっくらしてる感じなので、お好み焼きって言えばね、もう焼きたてが一番美味しいに決まってます。ただね、こんな感じで全国で出すぐらいなので、どれぐらい美味しいのかめちゃくちゃ気になりますし、ね、これだとアメフト選手だったらこれ5、6個は食べれちゃうぐらいの大きさなんですけど、ぜひね、皆さんファミリーマート、これ期間限定かもしれないので、ちょっとその辺も聞いてみます。なので、これ新発売と入ってますが、ぜひね、詳しいこと聞いちゃいます。はい、そんな感じでやっていきますんで、よろしくお願いします。インスタグラムのフォローお願いします。はい、見て、どうもこんにちは。はい、こんにちは。なんか全然みんな固まっちゃってるんですけど、大丈夫ですか。こんにちは。こんにちは。げんちゃん、あんまりさ、その邪魔してるのか分声がめちゃくちゃ割れちゃってるんですけど、はい、声が割れてますよ。ディスターありすぎやろ。フリーズ、俺の声フリーズしちゃってるし。いやいやいや、どうも。あれ、店長だ。ライブチャンネル出たかったんですよ。出たかった。これやっぱ嬉しいです。その言葉嬉しいです。はい、ちょっとね、自己紹介してもらっていいですか。じゃあ、源ちゃんの方から。はい。私、スタノゲンと言いまして、フットボール歴は、大阪タイニーベンガルズというチェスナットリーグのチームから大阪三大高校行きまして、龍谷大学でアメフトやってました、佐野源です。なんか芸人やってたんだよね。芸人、24歳から32歳ぐらいまで小竹芸能で、今上条武志君って高校野球芸人の彼と一緒に
あのロビンスっていう漫才をやってました。あ、はい、すごい。フットボールからお笑い界にちょっとベンチャービジネスで。あ、はい、ありがとうございます。じゃあ店長お願いします。店長店長自己紹介を。あ、岡野です。岡野と岡野健二と申します。はい、岡野健二と申します。ホッシーとはですね、社会人で一緒にやってまして、フットボール歴は浪速高校、龍谷大学、富士通でやってまして、今お好み焼き屋やってます。よろしくお願いします。2人とも、2人とも龍大そうです、そうです。もう、龍大の親友、親友。あ、龍大の親友。笑いの師匠。あー。そうそうそう。ちょっとね、龍谷大学、まあ、俺とホッシーは、後輩。富士通ですもんね、富士通。はい、名門。そうそうそう。ね、え、でも勝てなかった時ね。この店長、まあ、岡野さんがどれぐらいすごかったのかっていうのをちょっとね、源ちゃんがちょっと説明してあげてよ。ああ、大学時代はまあ、あのそこそこ活躍してたんですけど、関西2部リーグでナッシング6位ぐらいかな。おもっと上やわ、もっと上や。 7チーム中6位ぐらいで。ほんで、富士通行ってから、あんまり試合出てないよね。リターナーぐらいしか見たことないな、リターナーぐらいしか。僕も、あの、東京方面まで試合何回か見たけど、出てんの見たことなくて。なんか、ええやん。なんか、しゃあないやん。ね、テールバック5人おってんから。え、ホッシーは、岡野とあんまり試合出てる印象ないんちゃうの？もうなんかあんまりチームでもなんかあんまり印象なかったから。そんなことないやん。宴会部長みたいな感じ。まあそうやな。いやもうただのなんかギャグをいつもやってて怒られてるっていう。龍谷伝統の。あれ龍谷伝統なんすか？おふざけフットボール。岡野キャプテンやからね。ええマジで？お前キャプテン。マジでキャプテン。すごいでしょ。すごい。それはすごい。いや、岡野の時代結構強かったんですよ。お、涙のカリスマ言われとって。涙のカリスマ。チームまとめて。カリスマ。泣くね。チームの前で、みんなの前で泣くから。それわざと。そうそう、泣いてみんなチームをまとめるみたいな。熱い思いをしたかった。近いもん。グラウンドが近いもんな。全然近かったんでね。あれ、ええ量やったな。なんかいや、よくはないよ、別に。え、岡野、なんか俺、行かしてもらえんかったっけ？なんか、いた、風呂入って。練習待ってる間、なんか、でっかい風呂とか入って、サウナとか入っとった、俺。サウナはない。サウナなかった？サウナない。なんか、川崎フロンターレの選手に挨拶された、俺。ガナハとかおったもん。ほんま？ガナハとかすごい。そもそもあそこだ、なんか知らない人入ってよかったんでしたっけ？あかんのちゃう。あかん。いやいや、一応説明すればいいよ。非常口から女の子とか出入りしてたってほんまな。なんでそんなに行知ってるやん。言うとあかんのそれ。いや、なんか聞いたことあるのは、なんか、アメフトのカバンに女の子入れてそのまま入ったっていう噂の聞いたことある。富士通のカバンでかかったもんな。ちょっとわざとでかめに作ってもらっとったけど。怒られんね、こんな放送してたら。いや、もう20年ぐらい前の話だから大丈夫じゃないですかね。そんな前か。これってさ、編集されるの？編集すんの？いや、一応しますよ。自分がやばいやつは全部。他の人がやばいやつじゃないです。え？やばい話もいっぱいあるからな。じゃあ、それより、お好みどうすんの？お好み。そうです。ちょ、お好み、本当に、福井県あんま売ってないんですよ。うん。そう、これもっと福井県もっと入れてくださいよ、これ。一応さ、沖縄を除く全国発売で1万5000店舗ぐらいファミリーマートがある中で、昨日売れたのが1万9000いくつ売れてるから、すげえ。企業最大に売れてるらしい、これ今のところ。これあれな、やっぱり西武グループとなんか岡野のお父さんが関係あんの？あってるか。圧力かけてんの。俺ファミリーマート山梨長津時点で2年間バイトしてたからさ、2、3年。行ってたな。来てたでしょ。バイトしてたから入れてくれたの、これ。
全然関係ない。ご縁があるだけ。ご縁があるだけ。夜なんか控え室でエロ本読んでて怒られたんちゃうの？入ってきた新聞とか全部読んでたから。まあでもコンビニあるあるっすよね。覇気になってない、覇気になってない商品を勝手に食べるとかさ。食いたいだけ。問題や。問題だと間違えて破棄するところに持ってきて、賞味期限みたいな。そうですよ。そうですよ。冷えちゃうんで食べながらでいいですか。あ、ちょっと待って、俺を今すぐ。え、もうソースとか海苔とかかかってんの？いや、かかってるんですよ。これはちょっと電話出ていいですか、一瞬。電話出ていい、ああ、電話出ていい。どんだけ緩いねん。電話って何の電話？予約かな。え、ホッシーと俺はあれやね、高校時代から。そう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 。ね。まあ、あれもね、偶然で。定期戦でね。そうそうそう。うん、あの時関東遠征、東京に遠征、1年生、本当行かなかったんやけど、うん、僕は1年生であの、うん、あの選ばれて。あ、スター選手だから。いや、スターじゃなしに、あのビデオ撮るのうまいから。そうなんだ。ビデオ撮ってる隣におったんがホッシーやね。あ、そう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 、それでちょっと話をして、知り合いになって、なんか連絡先交換したっていう。そう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 。そうだから30年代やね、一応。そうそうそう。で、一回福井県来てくれたもんね。そうそう、行った、セルビッシュ。このお好み焼きのこれ、なんか営業トークお願いしますわ。また音聞こえへんわ、なんでこれ。知らん。聞こえてんだよ。電話出たら音聞こえなった。iPhone3 やろ。iPhone3? あ、聞こえた。iPhone3 か。え、これこれのなんか PHS PHS ちょっと一瞬待ってもらっていい？1分後どこ行くんだよ。どこ行くの？1分後。用事あんね、用事あんね。用事あんね。1分待って。しかもこれ大学の時もなんかあのしんどい練習の時どっか行っとったわ。あの、おいーおいーじゃあちょっとこれの営業トークなんか、営業トークなんなんですか、営業トーク。これこの商品ですか。これはですね、大人気ドラマの半沢直樹のですね、第1話と第9話で紹介された豚玉チーズダブルっていうんですけど、はいはい、まあ半沢直樹でこう重要な場面で使われた、お好み焼き食いてえな、豚玉チーズダブルだろっていう商品です。これがファミリーマートで商品化されたっていう。どうですか、そのまま。そのままや。いや、そのままだから面白いな。ちょっと食べてみますね。お、はい。ちょっと店長も食べてみてください。ちょっとね、あの、チンするときは、こう、チーズが入ってるんで、結構溶け気味で、だいぶ溶ける気味でいっといたほうがいいですね。1本ぐらいあんの？まあ、ワットによるわ。ワット数に。500ワット、3分って書いてあった。分かっとるわ。え、どうですか、欲しい。意外とふわふわっすね、このなんか。そうでしょう。そうって言われる。コンビニのお好み焼きにしては。そうって言われる。べちゃっとしてない。してない、なんかちょっとふわっとしてる。俺さ、関係ないねんけどさ、息子にさ、欲しい TV みたいなの知ってるみたいに言われてさ、うん、息子がアメフト見てて、知ってるも何も俺の子早いでっていう話で、息子めっちゃ喜んでた。すごいそう、すごいなぁ。マジで。今度息子とコラボしますわ。うん、ほんま。息子芸能人やから。あ、マジですか。うん。まあまあ。え、また今度行こう。何やってんすか。あんまり言うたら、枝豆やったっけ。あんまり言うたら怒られんねん。つまみ枝豆さんやったっけ。それ俺、似てる言われたの。え、枝豆ビーンやったっけ。そうや。これしかし、あの、贅沢な時間ですね、これ。おっさんが、46歳のおっさんがお好み。ねんちゃん食べて、ねんちゃん食べてよ。え、いや、食べてないがな、こっち。え、こっち来てへんがな。ファミリーマートあるやろ。ファミリーマート昔あったらしい。ねんちゃんの奥さんだったらファミリーマートで働いてなかった。あ、そうですか。いや、まあ、
まあまあ美味しいですね。まあまあ。まあまあ。でもさ、それさ、同じ工場では作ってないから、違うところでは作ってんねんね、福井は。おー。うん。え、これに店長は何を貢献したんすか？何もしてない。監修、あのね、監修って書いてますやん。そうそうそう。あれあれ、うちの、うちの店で食べました。はい。食べました。一応説明します。持って帰ります。こういうのでどうですかって持ってきてくれんねん、向こうが。おぉ。似てるやつを。なら、俺が、まあ、これでええんちゃうって言うだけ。え、めっちゃ楽じゃないですか。え、監修だから何もリスクない。何もリスクない。工場でこう見張ってんのかなと思ったんですよね。ないないない。レシピも何も教えてない。店でこれなんぼなん？豚玉ダブル。1222円。え、税込みで、ね。550円。えらい半額以下やん。ファミマでそんな高い金額で売られへん。え、サイズは小さい。サイズ一緒一緒。サイズ一緒サイズ感一緒。ほんならもう店行かんでええやん。うん。そうそう。その方がええ。ね、店の横にファミもあんねん。ある。よう知ってる。日比谷店の横にあんの。あるある。間に合えへんとき、立ってくるときあるもん。忙しい。これでいいですか。それでもね、600円ぐらい儲かりますからね。そう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 。ほんまや。いやいや、でも、店で食べる方が当然おいしいよ、焼きたてやしさ。おー、え、じゃあこれ買ってって店の鉄板で温めてくれてたらやってくれるんですか？やるよやるやる。200円。200円。嫌やろ。嫌やろ、横で食べてる人。一回やってみたいな。これ買ってって、隣のファミマで買ってって、すいません、温めてくださいっつって。嫌やろ、それ。隣のファミマ、いっぱい10個並んでた、10個。それは売れてないんじゃないですか。で10個取ってくれって俺が頼んで。あ、そうなんだ。昨日2個売れましたよって言われてんけど、2個とも。消えた。昨日2個売れましたよって言ってんけど、2個とも俺が買って。あ、そうですか。昨日2個売れたからよかったですよ、自分で買ったって言うてんの。え、これいつまで、期間いつまでやんの？一応1年契約やけど、途中で、1年やけど、途中でいろんな商品出てくるから、うちも商品買える。チャンネル登録よろしくお願いします。